せーの、ラシタマウです。カリです。 MBTI 系の動画たくさん載ってます。ぜひ動画見てチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画は ESFP エンターテイナー、イエーイ。今日は ESFP エンターテイナーについての動画になりますが、やったんじゃなかったっけって思ったんだけどさ、あるある10選のパターンでは撮ってなかったんだよね。じゃなかったよね、別の ESFP エンターテイナーの動画を載せたんだけど、この全 MBTI やってるバージョンでは撮ってなかったので、今日はエンターテイナーのあるある10選を言った後にエンターテイナーの恋愛傾向について話していきたいと思います。それじゃあ、エンターテイナーエンターテイナー型はもう言うまでもなく、今この瞬間を楽しむ楽天家っていう風に言われておりまして、感情豊かで何でもかんでも柔軟に行動できるお調子者。 ENFP の私からするとエンターテイナーって結構仲良くなれる存在だったりするから、私と仲良しの ESFP エンターテイナーについて話せるってことでワクワクしてるんですけど、早速やっていきたいと思います。ちなみに ENTJ も相性いいんだよ、エンターテイナー、私もあのエンターテイナーみたいに振る舞ってることになってる。あ、わかるわかる、化けてるよね。化けてるらーした。じゃあいきます。エンターテイナーあるある1、楽しいことが大好きなザ・陽キャ。MBTI1、ザ・陽キャ。エンターテイナーっていう MBTI の名前からしてヤバくない？マラカス持っちゃってるからね、楽しそうなこととか興味関心があることに関してはフットワークも軽ければ熱量も高い、周りを楽しませることも大好きだから、エンターテイナーがいると場がいつも以上に盛り上がります。に、常に前向きでポジティブ。あ、間違いない、でもなんか常に前向きでポジティブなんだけど、ネガティブになる瞬間はあるの、でも同時にでもまあなんとかなるっしょって思ってる。困難な状況には出会ってるのよ、でもなんか意外と冷静に対処してまあなんとかなるムーブに持っていけるっていうのが ESFP。 3、ひらめきで行動してしまう。これだって思ったらもうやっちゃう、直感的。めっちゃその場その場のイメージがある、一緒になんかやっててもさ、こっちの方が良くないとか言い出してやりだすのは大体エンターテイナー。そうで、他の MBTI の人とかが幹部とかその辺が一旦これに向かって計画を立てていきましょう、立てていきぐらいでもエンターテイナーなんかやってるって、でも気づくんだよ、あれみんながついてきてない、どこだどこだってエンターテイナーは、でマラカス持ってこうやって走ってくる、そう気づくんだよね。ごめんさっきまで一人でバーって行ったくせに戻ってきたら、ごめんみんなでちゃんとやろうとか言って、なんでだよみたいな。状況に合わせて臨機応変に対応できる。なんか結構頭の回転早くない？早い。なんか頭がいいとか頭が切れるっていうよりはなんか回転早い、言動がめっちゃ軟体動物って感じ、ピリッとしてる時はそれなりの感じにいるし、楽しい時はめっちゃはっちゃけるし、めっちゃ空気読むし、めっちゃ変わるよね。そうそう、頭がいいとか学術的な意味での臨機応変っていうよりは、会話スキルも臨機応変さが会話見えるというか、雑談も臨機応変なの。わかるよ、テンプレ化してる会話って感じじゃない？めっちゃ盛り上がってるとするじゃん、で誰かが元気ないなって気づいた時に、で、その元の姿勢に戻るみたいな。気づかない人もいると思うし、あ、やべってなってシュンってなる人もいるんだけど、そうじゃなくてなんかすごい上手い。5、いろんな感情を表現するのが得意。酸いも甘いもね、もうあのね、感情を感情として表現するだけじゃないの、表情と動きともう全部を駆使して全力で出してくるから、サプライズ仕掛けがいがあるよね。ああ、それで言うと私 T だから、F の人の感情がわからない時って結構あるのね、今どういうこと？ってなるんだけど、エンターテイナーはちゃんとその起承転結の感情を全部出してくれるから、こっちもねその感情のストーリー性が見えるの、だからついていけるんだよ。6、夢見がちだけど意外と現実的。これなの、なんか夢見がちだけど現実的とか、コミュ力が高くて場を盛り上げるけど繊細に柔軟に動けるとか、これなんだよね。最近気づいてもうイメージめっちゃ変わった、エンターテイナーの。そう、めっちゃパリピイエーイって楽しい人だと思ったら違うんだよね、気使えるとかさ、臨機応変とか、そういう部分があってめっちゃ好感度。そう、自分の今持ってる能力とか意外と客観視した上での夢を見てるの、これがね意外と現実的なんだよね、ちょっと周りのイメージとのギャップなんだよね。いつも無謀なことばっかり言ってる、この自由人だなとかじゃないの、エスミ、ちゃんとそうエスミが出るの。
これがすごいんだよね。7、ずっと同じ場所にいるのはストレス、ルーティーンとかあんまできないし、お堅いルールとかに縛られるともうダメだし、計画もあんま好きじゃないイメージある、でプラス好奇心が移り変わるのがすっごい早いから、だからこそもう同じ場所もそうだし同じ仕事もそうだし、多分子供の頃から落ち着きがありませんって書かれてる、今やりたいことをやるのが好きなんだよね、しかもそれも今やりたいことをやるのが好きだからやってるんじゃなくて、もう無意識でやってる、目が入ってるもの全部に興味があって一個に集中って感じじゃない。8、フレンドリーだけど実は好き嫌いが激しい、エンターテイナーと嫌いな人への態度とエンターテインメントしてる時の態度が違いすぎる。でもどんな感じなの嫌いな人の態度って。苦手な人とかいるじゃん、例えばさ、エンターテイナーって結構その人の感情に寄り添ったりとかするから、人を故意的に傷つける人とか、嘘つきとか、裏切り者とかはもうとことん嫌がってるイメージある。しかも周り見てるからそういう悪いやつに気づくよね、ちゃんと。人間だけじゃなくても好き嫌いがすごい激しい。趣味とか、暑い場所でのスポーツは嫌とか、夏は外に出たくないとか、そういう好き嫌いもめちゃくちゃなんかはっきりしてる。ESFP ってさ、楽しいことがあればどこにでも行きますよね、楽しいところがなかったらどこにも行かないんだよ、楽しいこと好きなこととかじゃないと動かないんだよね。あ、楽しそうじゃん人生。9、計画を立てて実行するのが苦手、ずっと言ってるよなこれ、今を生きるエンターテイナーですから、今以外はどうでもいいんだよ。しかも先のことはもう何でも何とかなると思ってる、だから計画を立てたとしても別に何とかなるもののためになんで計画に沿わなきゃいけないのみたいな、むしろ計画なんて立てたっけみたいな。今を楽しむのが得意なイメージがあるんだけど、それも無意識にやってるんだよね、とにかく今を楽しみながら、計画は物事が進んでいけば自動的に目の前の計画は立っていくから、別に前もって道筋を書く必要はないみたいな。最初から型を作るんじゃなくて進めながら計画作りながら進んでいこうよみたいな。10、閉鎖的な相手と関わるのが苦手、無反応な人とか、感情が全く出ない人とか、あとめっちゃ消極的な人とか、自分はめっちゃ楽しもうみたいなスタンスの側なのに、めっちゃ誘っても反応ないとか、楽しいっていう時にあれみたいな場合はなんか傷ついちゃうの。でもそれでもめげずに一生懸命誘おうとするの最初は、でもあれみたいな空回りし続けると傷ついてポキッと折れちゃう。そういう面もあるんだね。ラシタバチャンネル。そんな ESFP エンターテイナー型の恋愛の傾向についても話したいと思います。 ESFP エンターテイナー型は完全にモテタイプ、相手を楽しませることにかなり長けてます。でプラス楽しいところがとにかく好きじゃん。楽しいところに人がゼロってことはなかなかないので、なので常に出会いも多いから母数的にもモテることができる、し積極的にどんどん関わっていくから、周りに常に誰かいる。感情全部出るって言ったじゃん、愛情表現も分かりやすいの、好きそうみたいな。だから相手がちょっとでも脈割りだったらもう好きがにじみ出る方が相手もアプローチしやすいじゃん。だからすぐに相手の心もそっちを向く、ただ目の前の楽しいことには全部飛びつくっていうのがあるから、浮気をするとかじゃないんだけど、その今付き合ってる人よりもいい人が目の前に来たらすぐピョンって飛びついちゃう。だって目の前の一番いいものを選んで生きてるから。付き合ってからがめっちゃ心配かも。なんか喧嘩が多い時期とかマンネリの時期とかも乗り越えられなさそう、心配。マンネリの時期とかでも2人で目の前の楽しいことを探し続けられるような人とか、いいかもしれないね。じゃあそんな ESFP エンターテイナーと相性がいいタイプは3種類います。え、1個目、 ENTJ 指揮官。ENTJ は常に刺激し合うことで退屈しない恋愛関係を構築できる。分かっちゃってる人いる。お互いの弱みがもう一方の強みになる組み合わせ。マジでそう。常に新しい発見が生み出される、から恋愛としても自分が成長し続けられる。エンターテイナーだったらお互いの性格が違うよねっていうのをちゃんと認め合えそう、常に冒険し続けられる。うわやばい、エンターテイナーも飛ぶ。次、 INTP 論理学者。紫と相性いい、珍みたいな、これは友達としても結構相性がいいんだけど、論理学者ってさ知的好奇心がすっごく強いじゃん、だから ESFP のエンターテインメントにすごく興味を持って全部聞いてくれる。あ、めっちゃおしゃべりなエンターテイナーの話にちゃんと興味深いなって思って聞いてくれる、しお互いの強みがこれまためちゃくちゃ違うから、2人でこう尊敬し合えるっていうパートナーになれます。最後、 ISFJ 擁護者。毛色が違うのが来ました。これはお互いに冒険し合うっていうよりも常に ESFP エンターテイナーの行動を
理解してサポートに徹することができる。プラス ESFP があそこ行きたい、あそこ行きたい、あそこ行きたいっていうのに全部楽しんで参加してくれるから、擁護者は、うん、だから ESFP はもうとにかく一緒にいて幸せなの。一緒にいて全部行きたいところ楽しそうについてきてくれてめっちゃ幸せだし、擁護者も意見求められることが苦なタイプだから、うんうん、めっちゃ意見を出してくれて、しかも自分と一緒にいるときに楽しそうなエンターテイナーを見て幸せっていう、うん、あ、エンターテイナーマジ最近本当にいい意味で印象変わって、しかも相性いいからエンターテイナー求む。チャンネル登録と高評価お願いします。なんかこの動画中ずっとこの椅子の背もたれが私の肩と言ったりまして、すごい肩張ってる人に見え続けてました。その他 SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあまた見てね、バイバイ。